能登半島の都半島の一能登半島の地形図能登半島とは北陸地方の中央付近から日本海へ北に向けて突き出した半島である。日本における日本海側海岸線で最も都市面積が大きい半島である。近世以前は多くが能登国であったためこう呼ばれる。大半が石川県に属するが高等る給量の南東側は 富山県に属する。半島付け根の東側は、富山湾を形成する。半島東側の中部には、能登島を抱えるように、七尾湾がある。このほか半島全体に、岬や断崖、磯など変化に富んだ海岸線が多く、継承地、観光地として知られる。半島の北方沖合には、ヘグラ島、七津島という離島がある。半島内部は、 標高200メートルから500メートルほどの丘陵地帯が連なり、平地は少ない。和島市などでは千枚殿が見られ、中でも白米千枚殿は有名。海岸線を主体に広い範囲が、能登半島国定公園に指定されている。漁業、水産業が盛んで、古代から生子の特産地である。現代ではカキも多く養殖されている。地形、気候が厳しい反面。 北前船など、日本海溝駅の中継地でもあったことから、独特の文化や気風が育まれた。輪島朝市や半島各地で夏から秋にかけて開かれる、のと切り小祭りはその現れである。のとは、優しや土までも、との言葉もあるように、人は元より土までも優しいと言われている。また女性がよく働くことから、のとのとと、学、加賀のかからくという言い回しもある。 のとの名は古くから存在し、その由来ははっきりしないが、一説によると、アイヌ語で半島あるいは突起を意味する、のっとから来たという。他に湾を意味するのみとが由来との説もある。富山湾側の風景と山湾に面した海岸を、内浦、日本海に面した海岸を外浦と呼ぶ。また、半島の先端から根元に向け、順に、奥、のと、中のと、口のとと呼ぶ。 行政区域で分類すると、下記のようになる。口野と白衣市、白衣群中野と七尾市、鹿島郡奥、野と輪島市、珠洲市、ホース軍外浦は、その1と津島海流のために、山陰地方や朝鮮半島からの漂着物が多く、8世紀から9世紀には、滋賀町の福浦港が、牧海市の玄関口となった。また、勇壮な景観で知られる。 能登混合や注ぎ海岸などの景勝地があり、男性的な景観を見せる。一方で、内浦は、穏やかな湾入地形のために、波が比較的穏やかで、また、九十九湾など繊細な自然美を誇る、景勝地を持つことから女性的とも言われ、対比関係にある。口のとでは、桁大社のある、白石が、中能登では、和倉温泉がある。 七尾市が中心地であり、奥の都には外浦側に、相当集大、元山里市持寺の祖院がある、和島市中央付近に二千三年に開港した能登空港、半島先端に六甲先がある、珠洲市などがある。一帯は水産資源が豊富で、タラブリー化などが有名。和島の朝市、和島塗、六甲先や外浦、内浦の海岸景勝地、枕温泉など、 観光資源が豊富。このように観光地としても有名だが、反面リアス式海岸とまでは行かなくても海岸線が複雑で、海沿いでも道を外れれば人気のない場所が多くある。そのため1950年代からたびたび北朝鮮の工作員が出入りする格好の場所とされ、1977年には日本人拉致事件の被害者が出ている。また、1978年にも、 半島の付け根にあたる氷見市で北朝鮮工作員による拉致未遂事件が起きている。以下は、能登半島における都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。金沢駅や津幡駅など、加賀地方とは JR 西日本の七尾線で結ばれ、七尾駅や和倉温泉駅でのと、鉄道七尾線と乗り継げる。 能登鉄道の穴水駅北と伊藤は21世紀になってから区間廃止されている。富山県側を走る JR 氷見線は氷見駅止まりである。能登里山街道などで石川県加賀地方と農越自動車道などで富山県と結ばれている。北鉄能登バスが能登半島と金沢を結んで運行していた急行バスが2016年以降相次ぎ廃止された。 2003年に能登空港が開港。羽田空港と定期路線がある。ありがとうございます。